大人女性の美容師店ストレッチを担当しますよしきです。今回ですね、顔のたるみを改善するストレッチをご紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、では早速やっていきましょう。まずですね、耳を動かしていきます。30秒回していきますね。よいスタート。耳たぶをぐる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 と、まず10秒耳たぶをやっていって、その上次また10秒やっていきます。痛気持ちいいぐらいで、はい、ではまた次一番上ですね、引っ張りながらぐるぐると回してあげてください。はい、 OK です。じゃ次ですね、耳の上と下を畳んでいく形でこれ20回やっていきます。です。はい、じゃあ次ですね、耳の横に手が引っかかる場所があるんで、引っ掛けて耳を後ろに引っ張ります。これをですね20秒やっていきます。よーいスタート。1、2、3、4、5。ここはねしっかりと後ろに引っ張ってください。はい、OK です。じゃあ次ですね、耳たぶの下をですね、リンパですごい大事なところなのでここをやっていきます。押しながらほぐしていきます。はい、どんなやり方でもいいので、とりあえず耳たぶの下あたりをほぐしていきます。はい、OK です。では次ですね、逆の手で耳の裏を掴んで後ろに引きます。引いた状態で右手で右の胸骨、ほっぺたの骨ですね、これを内側に軽く押していきます。でこれをですね20秒やっていきます。そんなにね、これは力はいらないです。ぐーっと軽くで押していきます。はい、じゃあ次最後ですね、先押したところを自分は肘ついて、またその胸骨、ほっぺたの骨を上に上げていきます。これもですね、力入れずに頭の重さで中に入れて上げていくっていう形でやっていきます。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。しっかりできましたか？継続してね、やることによって顔のたるみもなくなってスッキリとした顔になりますので、ぜひですね毎日やっていくようにしてみてください。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。